特急、花咲く鎌倉あじさい号が運転されました。JR 東日本は、今日24日、春の臨時列車として、特急、花咲く鎌倉あじさい号を運転しました。特急、花咲く鎌倉あじさい号は、青梅線青梅駅から横須賀線鎌倉駅へ直通する便利な臨時特急列車です。停車駅は、青梅、壁、羽村、灰島、立川、北鎌倉、鎌倉です。青梅線、南武線、武蔵野貨物線、東海道線、横須賀線経由での運転となります。E257 系5500番台により運行されました。往路は、青梅駅を8時23分に発車し、鎌倉駅には10時13分に到着しました。復路は、鎌倉駅を17時21分に発車し、青梅駅には19時11分に到着しました。また、復路の立川駅は、南武線の8番線ホーム発着となっており、特急列車の停車駅では珍しいホームドアが扱われました。なお、ドア位置の関係上、2号車、3号車のみ、ドアが開閉します。JR 東日本によると、特急、花咲く鎌倉あじさい号は、明日25日にも運転する予定だということです。これで、6月24日の KAB ニュースを終わります。